はいみなさんこんにちは村長です今日はチャット GPT がなかなか今アクセスがいっぱいになったりしてつながりにくい時がありますよね僕は案外快適なんですけれどもそういうご意見もたくさん聞きます今日はちょっとですね Google Chrome の機能拡張を使ってやるとその調子の悪い人も 僕の生徒さんやお友達にやってみたところかなりの方が改善したのでその方法も一つお試しいただいたらと思いますので皆さんと情報共有したいと思いますそもそもログインの仕方などは他の YouTube やサイトでもいろいろしっかり解説してくれていますのでそちらの方をご覧くださいただだし簡単にだけ さささっさっさっとお話をします今画面に出ているようなオープン a i のサイトから行くことここが大事になります Google Chrome などで検索するときはこのように ChatGPT というふうに検索用語を打ちましたら多分トップのところに出てくるんではないかなと思いますこの英語のサイトから行ってくださいそれ以外にいろいろ始め方 とかありますけれどもそれは解説のサイトだったりしますのでこの形式よく覚えていただいておいてここにアクセスしてくださいそうしましたらこのような画面が出てきますのでこの時にこの左下のトライチャットもしくは日本語に変換というふうにしましたらチャット GPT を試すというふうになりますのでここのボタンを押しましょう 押しましたら僕の場合はもうこのようにログインしてしまいますがまずはメールアドレスとそしてパスワード8桁以上だったと思うんですがそれを要求されますその通りに入れたらですねしばらくするとメールが届きますメールの形式は今画面に示しているようなメールですスマホの方でもほぼ同じようなメール形態で来ますその時にこの 緑のボタンを押しましょう。二次認証です。そうしまして、これをすると、次出てくるのが、氏名を入れるということです。ファーストネームから先になって、苗字の方を入れたりして、そして、電話番号を入れるようになります。その電話番号のところに、日本でやる場合は、プラス81というふうになってますが、通常のように、090とか、080とか、 そういうのから初めてハイフンなしで入れてですね送信をすると自分の携帯の方にショートメールが届きますそのショートメールに6桁の番号が入っていますのでその6桁の番号を入力してくださいそうしましたらそれでログインができますあとは2回ほど次へ次へもしくは next next というように 送っていける画面が2画面出てきますので最後にはドーンですね開始するようにしてみてくださいそれでインストールはできますでは本題の話に行きます Google の Chrome というのは概要欄にも貼っておきますけれども ChromeWebStore に行きますそこでこのように ChatGPT という風に検索をしましたら これが出てきます。ChatGPT for Google というやつですね。それをクリックしましたら、このようになります。僕はもうやってありますので、Google から削除しますとなっていますが、これを Google に登録するようになるわけです。もちろん無料です。それをしましたら、Google の右の上の方に、ここにですね、拡張機能の アイコン、ジグソーパズルみたいなものがあります。これをクリックしましたら、自分が入れてあるこういう機能拡張ですね。これが出てきますので、このチャット GPT の forGoogle というやつをこのようにピン止めしましょう。青い色になったらピン止めが完了です。そうしましたら、その隣にありますよね。この絵ですね。アイコンで言えば虹色の アイコンですけれどもこれがここに出てきますクリックをしますとはい少し画面は小さいですけれどもこのように google の機能拡張で入力できるようになりますこの時に一つ注意点がありますそれはですねこのようにチャット gpt の web バージョンのこの画面にログインしているということが大事になります ログインしてる状態じゃない時にはこれだけではつながりませんので気をつけてくださいするとこのようになります、えー「こんにちは」と打ってみますリターンキーではウェブ版と違ってプロンプトが送信されませんこの右側の飛行機マークのところを押してそしてアクセスしましょう「こんにちは」どのようにお手伝いできますか と返返事が返ってきましたねこのようにして使ってくださいやってる方の中には「村長さんがやってるほどたくさんの情報が出てこないんだけど」という方もおられますそれは質問の仕方にもよります例えばちょっとしたことしか出てこなかった時はそこから深掘りをしていってくださいそしてですね この質問をしたところの右側にこういう鉛筆とメモ帳のようなアイコンがありますのでこれを押せばもう一度質問を変えるということができますこんにちは山登りしたいというふうに変えてこのセーブサブミットこれを押すとですねアクセス集中しているときはこの回答が遅かったりもしくは質問の内容によって とってもどう返事しようかなというふうに考えている場合がありますので焦らず見てください。そしてこれは修正を加えたものですのでここに今2分の2という,ふうに出てます。いくつ答えを回答したかというのが出ていますのでここでこの矢印を動かすことによって答えが先ほどの答えと切り替えることができるようになります。 また、左の上の3本線ですね。ここですね。このメニューを押すと、今までに相談した履歴が、日本語で売ったとしても、このように英語に変わってですね、そして書かれていることが多いです。いらなくなったものは整理していきましょう。例えば、こうやったらいらないものであれば、ゴミ箱に捨てていくというようなことをしまして、 delete, new chat と出ますので、このチェックをすると削除することができます。このようにメニューは使ってください。新しい話をするときは、ここのプラスマークから話題を切り替えてやればいいと思います。ざっくりの説明と、そして今日は Google Chrome の機能拡張でやれば、かなりの確率で 安定したアクセスができるというお話をしましたが、アクセスが集中しているとき、もしくはサーバーがダウンしているときはどうしてもしょうがないことですので、気長に待ちましょう。OpenAI さんの方でも日々改善をしていると思いますので、ちょっと今はですね、全世界的にすごくアクセスが多いので、当面の間は これもしょうがないかなと思って僕も気長にやっています今後もこの ChatGPT の特に僕の場合は音楽での使い方そういうのをなるべく提案していきますのでチャンネル登録などをして皆さん楽しみにしておいてください当方は基本的には音楽の制作もしくは DTM という音楽制作のソフトウェアのプラグインであったりとか、そういう話を中心にしております。また、グラフィックの話もたまにするときがあります。今後ともよろしくお願いします。村長スタジオでした。